原岡田ですとねーかざばーざー。はい、本日はなんですけども、バラに血を吸わせて着色してみたブラッドローズって感じっす。はいはい、注意事項です。本物使います。はい、苦手な方はお控えください。で、なんかそう、サムネで出てたけど、なんて言うんだろう、そういう柄、集合恐怖症とか言うんかな、集合体恐怖症みたいな方はお控えいただければと思います。はい、すごい出来になってるんで注意してください。で、まあカーの動画ご視聴いただく上でなんですが、ちょっとオープニングは真面目にいきます。最後の感想はいっぱい喋りたいんだけど、まあそのものづくりしたいわけでもなくて、 YouTuber にもなりたくなくて、あくまでもここ表現の場として YouTube をね、使わせてもらってるだけであって、物を作る、映像にする、うん、じゃなくて、その先何か動く感情とか、何かに置き換えて考えたらこうだったとか、何かは分かんないけど何か思ったとか、もうその感情が自分の中では嬉しいなと思うんで、本当映像は真剣に作ってるつもりなんで、よかったらまあそのね、作業工程の間の取り方、早く見せろよじゃなくて、その間の取り方も楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思うんで、よかったらスキップなしで見てもらえたらと思います。まあ気になったらポンポポンと見てもらっても大丈夫なんですが、はい。で、まあ血液シリーズが3本目ですかね。血液ペンダント、血液リング、血液フラワー、はい。多分一番多くなるのがね、血の取り方っていうか、血どうやって集めてるんですかっていういつも言われるんですが、前にも一回言ってるんだけど、カーから言うことは一切ありません。なんかそういうやつになりたいわけじゃないですか、別に。あくまでも作品として映像をお楽しみいただければなと思います。その上でまあ何かね、思うんだったら、まあ、作って彼氏にプレゼントしたとかあれば、もちろんそれは素直に嬉しいことなんだけど、まあ、それ聞くんが間違いなんか片言になった。まあまあぜひぜひ今回バラを3本手掛けてみるんで、楽しんでご視聴いただけると嬉しいです。作業シーンいってらっしゃい。Thank you.
はい、ご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。いかがだったでしょうか。でもここまでご視聴いただいたことはね、もう蚊は不謹慎なのは分かってるんだけど、やばくない？ちょっと打ち解け合って話したいんだけどさ、すごいすごいと思って自分がちょっと天才なんかなみたいな。いやそんなことないんだけどさ、うん、やばい分かる分かるやろ。もう多分もういつもご視聴いただけるリスナーさんだったら共感したと思うんだけど、ブラッドローズの方、うんうんみたいな、もう葉脈って言っていいのかな、がもう明らか血管みたいになって、でどうやるかっていうとこなんだけど、通常切り花の着色って水揚げして少し置いてから着色料につけるからまんべんなく染まるみたいな感じなんだけど、そうじゃなくてもう水揚げした直後につけて、初めその知識なくて水揚げのこと知らなくてポンポンってつけてたらなんかああなってるやつがあったんだよ。だいたい8時間つけてないぐらいでなってるかなってとこなんだけど、すごいでなんでなるかさもよくわかんないです、はい、なるやつとならないバラがあります。バラによってもなんだけど、なんかはできるんだよみたいな感じっす。でもう一個の青バラの方、そっちはまあサイレースこの間一個無駄にしちゃってるからみんなに見せるのに、それもったいないから使ったっていうのもあるんだけど、まあ個人的には意味合いは好きっすね。はい、まあよかったら前の動画と関連付けで見てもらえたらなと思います。でみんな言いたいことはわかる、100% でやれってやつやろ、うん、やったんだよ。ただでも見せれないから、だったら血が 95% ぐらいで、着色料がプリンター用のインクで黒にやって、で真っ黒のバラ、ブラックローズ、はい、いいですよね黒バラ、うん、あなたはあくまでも私のものだっけ。作りたかったんだけど、そのなんかもうニヤニヤするよね、その独占欲っぽい感じで。やりたかったんだけど、まあ失敗しました。多分血の塩分とかが悪いんかな、全く吸い上げできずで、ごめんなさい。ってことで成功は2本です。この2本はシリカゲル法で全部乾燥剤に入れて水分を抜いて保管したいと思ってます。はい、まあそんな感じでこの動画を7万人の記念動画と置きたいと思ってます。でも本当の動画はどっちでもいいんで、よかったらどっちか押してくれると嬉しいです。うん、何も押さんよりまあ低評価の方が嬉しい、なんかこれも変なんかもしれんけど、どっちか評価いただける方がかは嬉しいです。別にどっちでもいいんで、よかったらポチッと押していってもらえたら嬉しいです。低評価上回ることはないと思うんですが、上回らないよね、うん、好きに押していってください。逆に上回った動画も見てみたいです。はい嘘です、やめてください。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上で終了となります。ぜひですね、はい、普段言わないんですが、サブチャンネル、ツイッター、インスタグラムもあるんで、遊びに来てくれると嬉しいです。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、カーでした。ありがとうございます。ここからピアス動画が少し増えていくと思います。次回以降もお楽しみに。はい、おやすみなさい。